ただいまから、リスクする1指名の西野紀蓮投手の記者会見を始めます。正直1位でいけるって思ってなかったので、素直に1位で選んでくださったんで嬉しいと思います。すっごい、嬉しいっていう気持ちと、本当に体が熱くなったっていう感じになりました。ここまで自分を育ててくださったのが、監督指導者のおかげなので、本当に自分より喜んでくださったんで、すごい嬉しいなっていうふうに思いました。今首位ですごいチーム雰囲気も良くて、すごいいい明るいチームだなって思います。やっぱり体のしなやかさとか柔らかさをずっと見てきたのが山本由伸選手なので、せっかく一緒のチームなので、早く一軍に上がって一緒にプレーしたりいろいろ教わりたいなと思います。今はやっぱり正直リーグ戦の途中っていうのもあるので、まずはやっぱりリーグ戦に優勝して、そこからプロのことは考えていきたいなと思います。先発でも抑えでも両方やりたいので、先発を任せたならしっかり1年目から2桁勝利を目指して、中継ぎや抑えを任されるようであったらしっかり無失点っていうふうにやっていきたいなと思います。まずは素直にプロ野球選手になったよっていうふうに、その中で1位でいけたので、すごい喜んでくれると思うので、帰省した時には、いっぱい話したいと思います。やっぱ両親も、やっぱりプロになれるっていうふうに思ってここに送り出してくれたわけではないので、それで1位でいけたっていうのもすごい、本当に両親のおかげでもあるので、今までの感謝を伝えたいなと思います。やっぱり同級生とか先輩とか、ずっと高校の頃から有名だった人とかがいる中で、その中でやっぱり切磋琢磨して成長できたのが、今があると思います。本当に1年生の頃から優しくして、その中でやっぱり本当に自分の知らないピッチング論であったり、マウンド上げたら本当に打たれたら俺のせいでいいよって監督さんも1年生の頃からずっとそういうふうに言ってくださったんで、本当にやりやすい環境で4年間やれました。やっぱりプロになるっていうことに自覚を持って1年目から活躍できるような選手になりたいと思います。中継ぎとかだったら、やっぱり60試合登板っていうのもあって、先発をするなら10勝を目指してやっていきたいなと思います。来てください。将来的にはやっぱり両方やりたいっていうのが自分の気持ちなので、100勝100セーブは目指していきたいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱり1位で選ばれたってことはやっぱり即戦力だと思うので、任されたところをしっかり自分の中でやりきるっていうのを来年はやっていきたいなと思います。